や、ホテルの中のさ、あのビュッフェみたいなやつあるじゃん、いいとこって。多分無理、ラム一人じゃいけん。一人でラーメンもいけないんだけど。無理でしょ、一人でビュッフェ。無理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 。ってみたら割といけるもんだよ。いやー、いけないよ、無理だよ。めっちゃお腹空いてたんだけど、それでご飯いけねーと思ってずっと我慢してお腹鳴ってた。マジで、もうでも本当に向いてないかもしれない、外の世界。コンビニ行ったところでどこで食べんの？外でおにぎり食べんの？立って？やだよ、無理だよ。一人でご飯行くとき何すんの？何してんの？どこ見てんの？どこ見て食べんの？みんなラーメンとかさ、どこ見て食べてんの？下？下見て食べんの？作ってる人眺める？え？何してんの？スマホ見てる？あ、スマホ見てんだ。ラーメン見てんの？ラーメン見るんだ。ラーメン見てラーメン食べる。確かにそれはそう。一人でご飯食べに行っても楽しくなくない？いや別に楽しさ求めないよ。ご飯食べたいから行くんでしょ？バカにして、いやしてないよ。でもなんかすごいなと思って。牛丼、じゃあ牛丼食べるときは何見んの？牛丼食べるときは一人で何見てんの？何見てんのみんな？ラムは何見て牛丼食べるの？店員さん、店員さん見て食べる。何してるんだろうって思いながら店員さん見て食べるわ。店員見るのそれ、え、怖い？店員さん見んの。でも結構見ちゃうけどな、人。スタバ注文できるよ、注文できるけど、なんか恥ずかしい。なんか決まってないのに、お決まりですかって言われて、はいとか言っちゃう。で、本当はこっちにしようかなとか思ってたけど、違うやつ頼んじゃう、いつも。目に入ったもの。あ、じゃあこれで、みたいな。お決まりですかって聞かれたらさ、なんか、お決まりですよってなるよ。え、そう、圧に負けてしまう。あ、なんか早く頼んだ方がいいのかなとか思っちゃうよね。そう、わかるでしょ、わかるでしょ。まだですって言うだけを言えないんだよ、それが。だってきっと早く頼んでほしいんだこの人はって思ったら、早く頼んであげなきゃってなるじゃん。ダメって、そういうの言えないの意外かも。いや、なんかそういうなんか店員さんみたいな人だとなんかね、いや無理なんだよね。あの街中でさ、ティッシュ配ってる人とかいるじゃん。あれでもね、無視できないんだよね。無視できない。もらってあげようってなっちゃう。